この番組は任天堂と何言ってんだよ、何言ってんだよ、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。なんかやっぱ部屋が初めてだね。何これ何これ、木村です。父です。ジュインキャス走れ高速のテリーボーク過激なるうなれ衝撃のテリーボーク過激なるジュインキャス64あなたはまだ仮面の怖さを知らない。任天堂64ゼルダの伝説ムジュラの仮面メモリー拡張パック付きも同時発売。のびきったくんの未来ゲーム体験。すげえな、これすげえ、すげえすげえ、おーガウガウ、すげえな、このゲームな、スネブ。なんとね、パパの知り合いのゲームクリエイターの人に譲ってもらったんだ。そうなんだ、そうなんだ。すげえな、これガウ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 、そろそろ交代だよ。待って、ジャイアソ、すげえな、ジャイアソ、交代だよ。ずるいよ、ジャイアソ。なんだか、だって僕がパパに買ってもらったんだよ。あれ、じゃあ、はい、おい、なびきった、なびきった、ねえ、おい、なびきったらねえ、なびきった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 ドラえもんよ、なびきった。どうしたの？どうしたの？どうしたの？歩け！そうだよ、こいつがさ、俺の大事なスーパーランナバウトを持ち逃げしたんだよ。あの最新レースゲームは？そうなんです、のびきったくんが欲しくて悪さをしてしまったのは、何でもかんでも破壊しながら道なき道をひた走る人気レースゲームの最新作。マップが広がったり、車の挙動がリアルになったりと、さらにパワーアップしているのだ。発売前のこんな楽しいソフトを持ち出したのびきったくんは哀れボコボコに。そこでドラえもんは、発売前はおろか、ずっと先の未来のゲームを体験すべく横浜にある研究室を訪れた。さあみんな、入った、おー入った。先生どうも、こんにちは。あ、こんにちは、ドラえもん、こんにちは。皆さんもご一緒。先生よろしく。うん、どうも。あ、いいな。この方こそ工学博士の田村さん、ゲームに役立つテクノロジーを開発しているとっても偉い先生なのだ。先生、今日はこの、はい、クソ野郎どもに何を見せる。ドラえもん、クソ野郎はないだろう。僕のお友達たちに。そうだよ、何を見せてもらえるんですか。今日はね、ここは MR システム研究所って言うんです。MR システム？これやんなきゃダメなのか、ドラえもん。これはやんなきゃダメなんだよ。ダメなのか。ちびっこの分かりやすく説明するから。そうか、じゃあやる、ね、もう一回いくぞ、せーの。MR システム？現実と仮想を混ぜこぜにしちゃう。これをね、現実と仮想が混ざって見えちゃう。これが MR なんですよ。そう、 MR とはミックスドリアリティ、つまり現実世界と仮想世界の融合のことなのだ。まだわからない人はこちらを注目。これはその MR システムの技術を使った AR2 ホッケーというゲーム。なぜかパックが行ったり来たりしないままゲームは続く。そしてこちらがプレイヤーの見えている世界。 MR システムによって存在するテーブルと存在しないパックの両方を使ったこんなゲームも楽しめるのだ。なんてなことは全く聞かされていない一行は、早速 MR リビングルームを使って融合世界を体験してみることに。皆さんの、お家のリビングルームだと思ってください。なんか確かに殺風景でしょ。殺風景だよ。殺風景で触らないでね、でここにね、この覗き眼鏡で見ちゃうと、
仮想のものが CG が見えちゃうんです。例えばね、うん、こういう CD ロムで入ってくる家具とかインテリアのカタログ、うん、インターネットからでもいい、こういうのをね、うん、自分で好きなとこに置いてね、うん、見えちゃうんです。これが MR。 なるほど、すげえなそれ。何もない空間のところに、例えば仏像とかこう見えるわけですよね。仏像はないって置かないけどね、まあ、ドラえもんは好きなの。例えば、うん、例えばだよね、ドラえもん。例えば、ね、例えばあの家具置いて、うん、見てみて、あ、これ合うから買ってみようかなとか、そういうことが可能。ここに置きたいな、それがね、今見えちゃう。今何年もここに置けるってことですよね、先生。マジで。じゃあ花瓶も置くことができれば、そうそう、促進物も置くことができるわけですよね。これが、ね、未来じゃ常識。それじゃあこの中で、はい、MR システムを実際に体験したい人手挙げて。はい、はい、じゃあ一番早かったんで、はい、鈴鹿ちゃん。はい、早かったもんね、うん、俺が体験したい、そうぐらいの時からもう上がってたからね。神経がいいもんな、鈴鹿ちゃんは。いや遅いから、遅いから。俺もお前ん家に来てるロボットだから、お前にやらせたいのは山々だけど、全然遅かったもん。もう一回だけやるよ、俺はお前にやらせてやりたいんだよ。ちゃんとあげろよな。いくよ、いくよ、いくよ。 MR システムを体験したい人手挙げて。あー、鈴鹿ちゃん、鈴鹿ちゃん、早かった。鈴鹿ちゃん、やってみましょうか。はい、はい、これじゃあこのメガネを覗き込んでください。はい、覗け。何が見えるんだい。なんだよ鈴鹿ちゃん、何が見えるんだい。その驚き、あれか、行水中の未亡人とか見えたかい。おー、いいね、いいね、いいね、それ。あれ どこ行くんだよ、何が見えるんだい。鈴鹿ちゃん、何が見えるんだい。だって、ここに、あれ何が見えるんだい。行水中の未亡人かい。あれ、ちょっと待って、何をやってる。ちょっと待って、なんで。なんでもこっちのセリフだよ、鈴鹿ちゃん。なんだよ、鈴鹿ちゃん。ないのに。はい、先生、はい、どうなってるの。これどうなってるのか、このこのね、何も置いてないところに、ね、見えるでしょ。ここにね、CG で描いた椅子とか、うん、花瓶とかがね、見えちゃうんですよ。そんなよ、今先生が今一応説明してくれてるところだから。ちょっと、大変。何、大変じゃねえだろ。探してるよ、なんかへそくりか。へそくりを探して、あれ、ない、取られたのかな。あれさあ、戻ってきた。今度どんなだ。今度何を探すんだ。あれ、何か探してる。なんだよ鈴鹿ちゃん、ちょっと引いてきてよ鈴鹿ちゃん。なんだよ鈴鹿ちゃん、ちょっと。俺鈴鹿ちゃんじゃねえよ。すごいよこれ。何、すごくないよ。何にも、マジで意味が分かんないんだよさっきから。そうだよ鈴鹿ちゃん、あれか、フラッシュバックか。あれ鈴鹿ちゃん、フラッシュバックじゃねえ。そんな年なんで壁が見えるでしょ。な、出窓がある。出窓、何を言ってんだよ。出窓はないよ、真面目そうな青年たちはたくさんいるけど、出窓はないよ。あれがいいよ、見えちゃう。これが見えない、すごい綺麗な壁の、そこに出窓あるの。続いて、全く信用していないスネフも体験。何かが見えるなんてことは絶対ありえないと思うんだよ、この世で。未来でもそんなことありえないと思うんだよね。まあね、どういうことだ。やばいちゃん。そうだよな。僕のお父さんはね、テレビ局のプロデューサーなんだよ。何言ってるの、そっちの方が全然すごいよ。なんでスネフキャラで。なんだよスネフ、なんだよスネフ。ちょっとスネフごめん、ちょっといい。信憑性なくなっちゃうから。先生がせっかく長年かけて研究したものが、そうだよ、台無しだから、そのリアクションだと。先生椅子置いたな。今椅子置いたな。先生さりげなくやれよ、さりげなく。これは未来にはもうね、はい、一般家庭にも入ってきてるんですよね。もうすぐですよこれ。ほら、いや、あ、これだけじゃないですよ、まだいろいろできるんですよ。さらに進化したすごいシステムとは。画面の中からキャラクターが登場し、音声認識によって家具の配置などを変えてくれるというもの。何でおか、向こうマイペースで進んでる。ロボットで家具を動かすときは僕に言ってください。先生、口がちょっと動いてますよ。なんか動かしてくれるの。じゃあちょっとやってみて。花瓶を丸いテーブルの上に動かして。花瓶を丸いテーブルの上に動かすのですね。はい、わかりました。ドラえもんより賢いですよ。飛んでるの。え、嘘、ちょっと待って、俺たちわかんないけど、見た、今、相手のリアクション見た。いかがですか。さあ、飛んでった。花瓶が今浮いて。じゃあもう一つやってみようかな。観葉植物を取り替えて。
観葉植物を取り替えるのですね。観葉植物を取り替えて。メモ。はい、何何それ。え、いやまだ飛んでる。え、飛んでる？いや今そこにあった木が下に入ってっちゃった。え、下に入ってっちゃった。いやでも面白いね、こんなことできるんだよ、すごいだろ。すごい、ドラえもんすごいよ、やっぱり。びっくりだろ。びっくり。一家に一台の時代が、もう未来には来てるんだよ。そうだね。じゃあもう一つお見せしましょうか。もう一つ何ですか。何ですか。皆さんのこの番組にぴったりの未来のゲーム、MR ゲーム。おー、出た。未来のゲームだよ。じゃあ行きましょう。行こう行こう行こう、未来のゲーム。先生早く、はい、先生早く、今度はこちらです。次やればいいじゃん。次やればいいんでしょ。やればですね。おー、はい、何ですか。おお、うわー、なんだこれ。一行が我が目を疑った夢のゲーム、こちらが RV バーダーガーズ。おー、オッケー、スーパーワープの第一歩でございます。それではスーパーワープブラッサムを開会いたします。 D の食卓シリーズなどでおなじみのワープがスーパーワープと社名を変更。その設立記念会スーパーワープブラッサムが開催された。まずはこの方の登場。スーパーワープになりました。スーパープロジェクト代表取締役の飯野健二です。本日は、スーパーワークという、まあ、元々ワークという会社がやってましたが、スーパーワークになりまして、スーパーワークという新しい、まあ、会社だけではなくて、目的とか仕組みとかシステムとかも含めてまた新しい、挑戦をしますので、その、まあ、案内と、説明を、したいと思います。4つのレーベルを立ち上げること。ネットワークサービスを行うホットケーキス、音楽配信を請け負うグッドバイブス、アットタップではネットワークゲームを作る、そしてドリマップでは DVD ゲームを開発。その第一弾として9月にはハンドレッドというタイトルをリリースする予定なのだ。プレイステーション2で空を飛ぶ、これが空を飛ぶ爽快感。プレイステーション2ソフト、スカイサーファー。アイデアファクトリー。プレイステーション2で空を飛ぶ、これが空を飛ぶ爽快感。プレイステーション2ソフト、スカイサーファー。アイデアファクトリー。君は聞こえるか。今動き出すアルファの鼓動が。私には聞こえる。今生まれるアルファの鼓動。プレイステーション用ソフト、スーパーロボット対戦アルファ。スーパーロボット対戦史上初、完全三部作第1弾、サポートアクションシステムがより戦いを熱くする。スーパーロボット対戦コンパクト2、史上激動編、ワンプレスト。浜さん光るの。コナミが通信ってそんなに来てない感じするんですか。ええ、あのコナミはコナミでもドットコムのサービス始めて、ああ、物を買ったりできるようになってますよ。おお、でも直接ゲームのこう通信機能みたいなあんま出てない気がしますね。通信機能を使ったゲームっていう部分ではないですね。ないでしょ。まだないですね。任天堂と一緒に合弁で作ったのモバイル21っていう会社が、あそこにかなり特化してやってるんじゃないですかね。いずれあれが出てほしいですね。北海道にいるやつがドラムマニアで、でギターフリックスと、それでキーボードなんとかあるじゃないですか、あのゲームセンターのやつ、あれみんなでバンド、それで東方ボーカル他全部募集みたいなバンドやろうぜのケツみたいなページをさ作って周りからどんどん集結して、なるほど、すごい日本全国で俺が長いキスの途中でって言うと沖縄あたりでふ
ふーって言ってる感じのこう楽しさがこのあるわけですよ。今度ディアブロ2っていうのがね、はい、リリースされるっていうことなんで、アルファバージョン、あのネットのゲームって変な話、あのソフトの発売っていうのが概念的にないみたいなんですよ。途中までのものでも出してみて、でなんか変なところがあったらネットでこここういうところに直すよってダウンロードして修正かけるんですよ、はいはいはい、だからね常に変わっていくゲームなんですよね、はいはい、そのすごい期待されているディアブロ2っていうのがもうぼちぼち出てくるって話があるんで、それが今ね実を言うとね、そのディアブロ2の版権を誰が抑えるか、日本のメーカーがもう大騒ぎしてるんですよ。パン、これでどうやみたいな、そんな状況が起きてますね。泥臭い話ですね。すいません、本当に。いや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 、はい、あんまいいことではないと思うんだけど、それパソコンのゲーマーの人って、うん、ある程度一番最初のバージョンで不具合が出てもしょうがないっていうところ分かってるじゃないですか。です、ね、あ、これもしょうがないなって諦めてくれるでしょ、ね、うん、でいてある意味ゲームをお金出して買ってるのにデバッガーみたいなこと自分で買って出てるようなとこあるじゃん。ありますね。そういう風潮は多分普通の家庭用ゲーム機には合わないと思うんですよ実際は。いや XBOX ですよ、あれハードディスク内蔵してるでしょ、うんうんうん、あれなんかねハードディスクなんか普通に壊れますからね。パソコンっていう概念で言えば、いやパソコンのゲームですからね、そういうこともあるんで、また一から修正してくださいね、とか言われちゃいますよ ね。パソコンって概念があれば当たり前ですよ、ね、当たり前ですね。それが果たして定着するのかどうかっていうと痛いですよね。やっぱりなんかなんで40時間ぐらいかけて作ったねパワープロのデータセーブしたのがハードディスクがポンと痛いわそら痛いよね。そらもうビル・ゲイツあの校舎裏呼び出してボコ殴るけどでも通信が整備されるとそういうことできてくるかもしれませんよ、通信ができてきたおかげで、いやどうせ後でそのバグ直し版を配ればいいわけだから、うんうん、そうそう、ちょっとぐらいバグあっても早めに出していいんじゃないのとか。そうなんですよ。バランスなんかね多少悪くたって出してみて、あ、まあでもここのバランスはこうやってキュッとこれをダウンロードしてくれればいいんだよとかいうことができるんですね。そうです、1面しかできてないけどもういいじゃん、うん、そうそう、2面からはダウンロードで1面だけ1000円でいいや。そう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 、うん、そんな感じで。ルイージは今使えねえけどみたいな、うん、そうそうそんな感じになるんじゃないですかね。あとでルイージだけダウンロードするよとかいけそうですよね。あ、そういうこと初めて聞きました。なんかそういう観点で通信が出ると変わるっていう感じ、うん、そう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 。今夜はドラえもんの案内で未来のゲームを体験中。ついに復興を驚愕させた RV ボーダーガーズがそのベールを脱ぐ。今度はここで、うん、3人でゲームをしてもらう。ゲーム、さっきをと同じ技術、さっきは1人ずつ覗き込んだでしょ、はい、今度はね3人で一緒に仮想と現実を混ぜたゲームを。おー、話し合うの4人じゃなくて3人なんですか。3人なんです。3人で、友達4人連れてきちゃった。あ、そうだ、どうしようこれ。そうだ、どうしよう。じゃあ1人お休みとなるよね。そうだよ、そうだよ。あ、じゃあ足を早い者勝ち。行くよ。早い者勝ちよ。このもう未来のゲームを体験したい人、手挙げてどうぞ。よっしゃ、行くぜ。はーい、はい、わかりました。鈴鹿ちゃんが1人目。ありがとう。2人目が柴田くん。おー、スネフスネフ。あ、柴田スネフ。スネフ柴田。スネフ柴田。そして3人目がドキ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 。ジャイアソ。ジャイアソだ。ジャイアソ。よっしゃー。みんなでやってみよう。やったー。それでは、この未来のシューティングゲームの遊び方を紹介。装着するアイテムは2つ。まずは、いろいろな MR 用グローブ、そしてゲームの世界に入り込むためのシンスルー HMD、 これでスタンバイは OK。 続いてはプレイする時のコマンドの操作方法。コマンドは射撃準備、射撃、防御の3つ。射撃準備は腕を後ろに引くだけ。これで仮想のレーザー光線が射撃方向を示してくれるのだ。腕を前に押し出せば、これで射撃のポーズ。エネルギー弾を発射して敵を撃ち抜こう。しかし時には流れ弾が他のプレイヤーに当たってしまうことも。そこで大切なのが防御。腕で体をかばえば盾が現れ弾を跳ね返してくれるのだ。3つのコマンドを使って競い合おう。それでは皆さん、未来のゲームを体験する用意できましたか。はい、できました。じゃあ打ち方の練習しますよ。はいよ。はい、まず構えて、はい、打てー。おー、すっげー。
壊してやるぜ、こんなもの。いた、おい、みんな頼んでくれた。いた、お前。はぁ、やめてください。これからこの大きな火山の上にいっぱいインベーダーみたいに出てくるんですよね。そうです、そうです。はい、それをいっぱい撃った人が勝ちです。オーケー。じゃあオペレーターさん、良いのよろしいですか。よっしゃ、はい、それでは参ります。戦闘開始。出てこい。あ、何、来た来た来た、撃て撃て撃て。しかもここらも見れるんですね。あ、そうです、そうです。観客の皆さんも今何やってか見られるようにあそこにディスプレイを置いてありますね。伸びきったく見て見て、あれみんなやってるやつ。すげえすげえ、これでも超出てくる、いっぱい。すごいよ。よっしゃ、はい、伸びきったくすごいよ。あれがみんなやってる画面だよ。ヘルメットが見えます。当たれ当たれ当たれ。お前今日はもうお前やる時間なし。いや、頑張れ頑張れ。よし、ジャイアンとバリア中。わあ、わあ、すごい。わ、これだけの大きなテーマパークとかにあったら流行りますよね。まだお値段がちょっと高いですけども、どんどんこれから下がると思いますね。おい、鈴鹿ちゃん、やってみた感想はどうだい？なんかね、水族館にいて、うん、魚が本当に目の前から、ほらガラス張りでしょ、ああいうのって、うんうん、魚が目の前に来るのにこうやって本当に倒せるの。水族館にいつもいるときそんなこと考えてんの？倒したいなと思ってるの？思ってる。今日倒せた。倒せてよかったね。スネフ君、スネフ君。はい。スネフ君ボケると多分ね、ガンでツッコミが入れてもらえるよ。本当ですか？スネフ君、やってみた感想はいかがでした？はい、思った通りでした。何言ってんだよ。うわー、何言ってんだよ。うわー、何言ってんだよ。うわー、バカー、バカー、バカー。これ派手なツッコミだな。これ派手なツッコミだよ。おい、股間に行くぞ、股間に。あ、ダメだ。おい、当てろよ。あ、いやいや、あ、もう持ってるよ。おい、64ねえ、カービィ。はい。64になって覚えた新しい技、見せてあげてよ。2つの能力をミックスして、新しい技をガンガン繰り出せ。任天堂、星のカービィ64。ファミ通は新たな発見に大興奮。ゼルダの伝説ムジラの仮面。ファイナルファンタジー9の新システムとは。メタルギアソリッド2を研究すく。ファミ通 .com も情報発信中。ゲーム、映画、音楽、DVD、PS2、 コンピューターエンターテインメントの全てを網羅。ファミ通。この番組は任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それでは最後に田村先生から、はいはい、みんなが楽しんだ MR システムが今後どのようになっていくのか、うん、さらなる未来を聞いてみましょう。はい、そうですね、はい。まあ、今日やってたゲームだけ撮ってもですね、はい、今日はシューティングをやりましたけども、はい、他にもいろいろ発展性が考えられると思うんです、うん、で先日、アイデアコンテストやったけど、その時のこれ当選作で、例えば、これ本物のねビリヤードの球を持って、3次元ビリヤードでこういう魚を撃ち落としちゃうと、こういうのありましたね。またあるいはですね、水でスッと魚をすくうとね、これ手の上に見えちゃうと。で今ねこれを、はい、まあ、こういう形のねお魚育ててもね、こういう手と手でひゃっとそのコミュニケーションできる。あ、かわいい。かけてる人同士ならばお互いのものも見えるんですもんね。そうそうそうですね。面白いじゃん。ゲームというよりかね、これはメディアアートですかね、もうね。あ、これってなんかいつでも自分のそばにこの魚くんがいてくれて、はい、さん、このグラスをかけると、ね、あ、ほら、いたいた、そうですね、みたいな。いいじゃないですか。まあ、こういうのは今まだ大掛かりなシステムがいるんですけど、先々はまあ家庭用でもできるように、うん、まあ、例えばですね、家庭のテーブルの上で、まあ、メガネをかければ、はい、こういうふうに、見えちゃうとか、
おお、これじゃあの貧乏な家でご飯がないのにおかずが豪華みたいなのありますよね、これね。それでも食べられませんけどね。まあね、っていうシステムを買うお金があるのに、なぜっていう話ありますけれども。飯しか食べないの。そう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 。だけどほら、ご飯だけ食べてるのに、一応ステーキ見えてるの気分違うじゃないですか。全然違いますよ。違うよ。またですね、外でできないかという話もあるんですけど、まあちょっといきなり外出られないんだから、窓越しにね、こういう風に、対戦ゲームやっちゃう。子供の頃よくさ、テレビで見てたウルトラマンとかそういう世界じゃん。そうか、ウルトラマンと怪獣が戦ってんの、俺たちは嵐隊員になってこう撃つみたいな援護するみたいな。すごいこれ。まあこういうことも、もうすぐできるんじゃないでしょうか。会社でストレスとか溜まったらいいよね。未来すごい面白いですね。まあこれ MR 複合現実の技術、皆さん楽しみにしてください。いやこれはね、すごい先生、すごい三つ星ですね、俺の中では。三つ星ってお前そんなコーナーねえじゃねえかよ。なあ、いつもお前つけてねえじゃねえかよ。今日は三つ星で。今まで星つけてねえのになんで今日だけいきなり。いやいや、すごいんですよ三つ星っていうのは。最高は3なの。3ですよ先生。今日はどうも本当、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、みんな過去に帰るぞ。帰るよ。帰るよ。よかったな、やっぱ未来はな。あれ、よ、なんだ、なんだ、なんだ、これ、これ、全部撃ち落としてね、まだインベーターいたのか。おい、おい、おい、あ、違った、伸びきった君だった。これはまずかった。ありがとう、先生のキャラにも星3つ。ケンタロウ、はい、出動だ。さて、来週はキモアデカの第3弾、ゲーム業界の平和を乱すとんでもない悪の組織に立ち向かう。秘密を暴き、平和を取り戻すことができるのか。やっちゃった。ウィザードリー、ディンギル、公式ガイドブック、迷宮聖典とそのソフトをセットにして5名の方にプレゼント。そして番組特製クオカードプレゼント。全国提携の加盟店でご利用いただけるこのクオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ